資料に沿って説明していきたいと思います。1月25日、松山市北条下難波港の下難波古生霊遺跡で一次調査の発掘調査説明会が行われました。現在公益財団法人松山市文化スポーツ振興財団埋蔵文化財センターでは、下難波の農地整備に伴う埋蔵文化財の発掘調査を実施しています。この調査で古墳時代後期の古墳4基が発見されました。今回はこの発見された下難波古生霊遺跡一次調査の発掘終了に伴い、市民向けの発掘調査説明会が行われました。横穴式遺跡室が3基、それと縦穴石室が1基出ております。珍しいところでは木炭床という、松山市では2例目の珍しい埋葬方法も見つかっております。素焼きという焼き物や玉類や装飾品ですね、そういったものが出ております。ぜひ、見ていただければと思います。この日は調査員の解説のもと、現地で実際の古墳を見学しました。ちょうどこう頭の頭部がこうねあって、足があちらの方に。古墳や遺跡が好きなので、発掘調査の様子が見えてよかったです。なかなか見れないことなんで、良い機会になりました。すごいなと思いました。枕ですよとかって言われるとなんかすごいですね。イメージが湧くなと思って。新居浜から来ました。この土地の歴史に触れることができて良かったと思います。天井石が残ってないんで、こう配置だけを見る形ではあるんですけど、規模が感じられて掻き立てられますね。またミニ展示会が行われ、1号墳から4号墳の写真パネルや石室内に副葬されていた土器や装飾品など約30点が公開されました。なお、この日展示された出土品などの資料は、1月26日から松山市考古館ロビーで展示されるとのことです。この貴重な発見をご覧になってみてはいかがでしょうか。